デイジーって書いてある。なるほど。電池もないの。よし、仕事で終わって。出る人は出るくらいでこっちに来ましょう。私たちと一緒にやりましょう。膠着した状態になってまして、これからどうなるか心配ですが、電池の方がなくなってきたので、そろそろ中継打ち切りたいと思います。この後どうなったか、また後で報告します。